ネクストアイドルグランプリ前夜祭で伝説を作るのは君だスペシャル。イエーイ。無理です。このまま行きましょう。すいません、始まりました。この番組は10月14日に行われるネクストアイドルグランプリ2019の決勝に進出した14組の中から注目のアイドルを紹介する番組です。はい、昨日と今日の2夜連続でお送りしております。2夜目、嬉しい。こちらでも、ね、見てくれた方はいらっしゃるのでしょうか。ありがとうございます。はい、ネクストアイドルグランプリ2019の当日でも MC をさせていただきます、高見奈央です。はい、そして、はい、同じくこの番組で MC をさせていただきます、三田真央です。よろしくお願いします。おいで。はい、私はアイドルを熱く紹介します、西野原澄です。よろしくお願いします。さすがに覚えろ。めっちゃ短いのに。はい、まずはネクストアイドルグランプリ2019とは何なのかを説明したいと思います。はい、前回に続き私がやらせていただきます。全国から応募のあった200人以上のアイドルの中からネクストブレイクアイドルを決めるコンテストでございます。はい、予選準決を勝ち上がった14組が10月14日に行われる最終フェスで激突します。はい、214組、拳と拳で殴り合う、違うよ。どんなヤンキー漫画だよ。違う、ライブパフォーマンス。はい、そしてそれ、このその4組が、そしてその14組のアイドルがこちらでございます。よいしょ。4組でない、14組もいる。14組いますね。前回ね、1夜目が、ひとみさん、ひとみさんと、あと、ボバップさんですね。紹介していただきましたけれども、4組の中からも、ね、いやー本当になんかこのピックアップ番組を本当全チームやってほしいね。そうだよね、本当はね、前回の2組だけ紹介して。私ちょっと気になるのは、私、はい、ベイビーレイジャパンっていうアイドルグループだったんですけど、はいはい、似てるベイビーウルフさんがいるから。あ、姉妹グループですか？違いますね。確かに違います。確かにね、違うんですけども、人狼学園って書いてある方も、人狼、人狼ってあの人狼ゲームですか？ゲームですね、のモチーフのアイドルさんだっていう情報をさっき聞きました。へー、狼がモチーフですかね、ですかね、かゲームなんですかね。人狼、人狼だからみんな実は狼でしたみたいな。占い師とかもいるんじゃない？じゃ違う。なんでグループ全体で言わなきゃいけないの？人狼得意なグループ。おかしいでしょ。人狼得意なグループってただのお遊びグループだから。ちょっとコンテストがあるんですよ、コンテストが。そうですね、すごい、うん、いろんな色のアイドルさんがいますよ、今は。そうですよね、素晴らしい、うん、そしてなんと、はい、頂点に輝いたアイドルは国内初、優勝賞金1000万円がもらえちゃいます。すごいですよ、それがすごい。もし、ね、もしさ、はい、この3人がグループ組んだら、はい、取れると思いますか、頂点。いや、いけるでしょ。強気だな。いけますよ。無理無理みたいな。メジャーデビューしてる組でしょ。そうですね、まあ、と、まあ、地下でブイブイ言わせた。ブイブイ言わせた。本当に実際実力あるからさ。そうですね、これはそうだけど。ブイブイ言わせてたけど、それがミックスしたらもうなんか、ね、化学反応でもう、確かに確かに気になっちゃってしょうがないよ、みんな。そうなるけども、うん、一夜見てくださった方ならわかると思うんですけども、はい、みんな一戦前に目がくらみすぎて多分目ギンギンで、確かにそのまま持ってね、もう持ち帰る1000万みたいな感じで挑むから誰も投票しないよ。そうですよね、応援してくれないですね、多分。誰も投票しないし、やだよ。なんか公表してるんですよね、その1000万円をもらったらこれしますみたいなのを、はい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 、公表してるんでしょ。そうですよ、私たち家欲しい、引っ越したい、車欲しい、倉庫欲しいだから誰も自分のためにしか使わない。誰も投票しないよ。ショートヘアだからみんな。あ、確かに。ショートヘアアイドルっていうので売り出せば、その層には受けるかもしれないけど。確かに。だからこう美女見て、あ、いいじゃん、ショートじゃん、いいじゃんって蓋開けたら1000万。お金欲しい。いやーな、アイドルだよ。されにくいよ、話題にはなるかもしれない。でも欲しいな、なんかショートヘアのなんかズボン系アイドルみたいな欲しい。あ、いいですね。全然いつでも力貸しますから。いつでも力貸しますね。本当ですか？はい。全然いいですよ、ね。おお、なるほど。ミニ素材なんで。
フリー素材言い方があるまあ皆さんそれはね交互期待ということで、はい、一生ないと思いますけど何か期待があればやりたいですそれはそう、うん、はい、ぜひお願いします、はい、そしてその決勝戦に出場するアイドルを西山さんが取材してくれたんですよね、うん、どうも西山です今回なんで今入れたかそれ絶対いらなかったよ現場に行ってですね、はいはい、インタビューとライブのレポって、ねはい、同じこと言ってるね、はい、してましたからね、はいはい、2組今回も激推ししていきたいと思います、はい、じゃあそれでは行きましょうか、はい、バババン、おあらこちらの方栗山むいさんです。むいさん、むいさん名前が可愛いでしょ、ね、お一人ですね。そうなんです、ソロアイドルで、セクシーさは出場アイドルの中で一番、元エビスマスカッツのお色気ムンムンのアイドルです。あらやな、ということでね、なるほど、あの衣装がもうガンガンにパイパイが出てました。あらまあ、そんなこと言って、いやアイドルですよ、楽しみ。そんなね、バイ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 言わせてるわけないじゃないですか。バイバイブイブイ並んでバイ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 言わせてるわけないバイバイにしたよ。まあまあまあ、まあまあ、そんな部分もあるんですけど、むいさんはですね、優勝できたら、うん、みんなの夢を一つずつ叶えます、さらに、ハッシュタグスナックむっくりを本当にオープンしますとのことです。さあ、何ですか、スナックむっくり、お店開くってことですか。開くそうです、めっちゃそんなお色気ムンムンのスナック、新宿で、新宿で、はい、新宿で行きたいに決まってるじゃないですか。肌でさえ飲める場所が少ないね、確かに私たち、うん、そうやっぱ見つけていきたいじゃないですか、お気に入りのお店を、行きたい、そういうの好き、だからそういうことを考えたらちょっと遅うかなって。いや確かに、しかもちょっとアイドルをおやめになられても将来、はい、ね、安定してる、そうそうそう、ファンとしてはやっぱ応援したいですよ、ね、今の奈緒さんのフォローがなかったら、はい、危ない、ただのやべえやつ、やばいやつ、なるほど、見てみたい、もうぜひね、うん、ライブ映像を見ていただきたいです、はい、ということでこちらです、はい、ご覧ください。こんにちは、栗山むいです。栗山むいさんです。あらあらあら、よく聞くと歌詞もたまにエッチな感じが不安に聞こえたり、I'm not afraid to die.
んにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。栗山むいと申します。これは好きだ、これは好きだ、これは好きだ、はいまでしましょう。言うな言うな。もうどうしてもそこばっかり見てしまったんですけども、素敵なおっぱいをされていますね。おっぱいに似合わないだよ、これに憧れなもので。すみません、あの早速なんですけども、はい、この決勝までのこの道のり、はい、どんな感じでしたか？もう熾烈でしたよ。熾烈でしたよ。他の方も言ってたかもしれないですけど、はい、あのこういう配信アプリを使ったオーディションって、うんうん、まあ、期間が結構1週間とか2週間ぐらいなんですけど、まず準決勝1ヶ月あったんで、途中で何度か心は折れかけましたけど、なんとかファンの方のおかげで、はい、やめずに。途中でハワイ旅行も挟んでたんで、ハワイから配信とかしてたんですよ。うわ、すごい。そうなんですよ、夏に旅行でっていう、はい、あんまり応援されないですよね。いや、めちゃめちゃ潤ってる感出ちゃって。いやいや、でもなんかプライベートなのにすごいなんかバトルに真剣みたいな。あ、そっちにも逆にすごくないですか、ね、休みは休みでも撮りたいと思うけど、ハワイから配信してました。意識がめちゃくちゃ高いということで。ありがとうございます。ではそんなむいさんですけど、はい、アピールポイントとかもあれば。アピールポイント、はい、あの他の決勝に進んでる13組の方、うんうん、私以外の方は皆さんライブアイドルさんが多いと思うんですけど、はいはい、あの私は全くライブアイドルではなくて、もともとバラエティだったりグラビアとかをやってきたので、はい、あの本当にライブっていうのは全然こう馴染みがないわけじゃないんですけど、グループもやってたんですけど、ちょっとそういうところで、まあマイナスになってしまうところもあると思うんですけど、逆に個性にしていきたいな。それは個性になると思いますよ、はい、逆に。そうなんです。見せるとこがいっぱいあるのね。みんなはあの綺麗な多分衣装なんですけど、これも既製品の10代の時からずっと使ってる。そうなんです。もう8代目ぐらいなんですけど、ずっと同じやつを着てて。着れるのが大変。変わってないんですか？え、でも太ったり痩せたりしながら。すごくないですか、ずっと着れるっていう。そうなんです、ずっと着てます。31歳で父に今そっと手が下の方から上じゃないよ、出てると思う。ありがとうございます。最後にですね、意気込みも聞けたらいいなと思います。はい、私は1000万円取ったらスナックを本当にオープンします。なので皆さんぜひ私応援してくれたら、決勝に残ったアイドルさんも呼んだりするのでよろしくお願いします。素晴らしい。もう飲みに行く場所めちゃくちゃ私も探してるんで、行きたいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。応援しようっと。ちょろいちょろい。栗山むいさんでした。ありがとうございました。歌ってるのに、ツイッター見たらびっくりしますよ。そのテレビに出た時に何やってるかっていうの、なんかシュレックのモノマネとかやってますから。見ましたよ、ツイッター。見ました、はい、あのちょっと激しめの顔で、しかも亀甲縛りって言われて、めっちゃ縛られてた。そうなの？もうね、本当、ね、大人向けっていう、ね、好きすぎるな。半端ない。アダルティーなんだ。そう好き。なんかあのふんわりしてそうだけど、きっちりなんか、なんて言うんだろう、自分の芯通ってそう。通ってる、絶対頭めっちゃ使ってる、ねね、めっちゃかっこいいね、そこが。そう、いやいや、スナックにめっちゃ行きたい。そうですね、私は行きたい、うん、絶対もっと楽しいよ、うんうん、ね、ああいう人たちに私の話を聞いてほしい。わかるわかる、あのほんとしっかり、ね、すいません、いいですか、ちゃんとでもそれでアドバイスを聞いてくれそう、うん、ね、そうですよね、聞いてくれそう、ぜひ実現していただきたいです、ね、いいですね、はい、ということで栗山むいさん、ぜひ注目してください。はい、します。さあ、続いてのアイドルはこちらです。ドゥ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 ン、あら、かわいい、チェリーガールズプロジェクトさんです。チェリーガールズプロジェクトさん、はい、こちらさんはいるよ、ね、3人組のアイドルユニットで、さまざまなプロジェクトにファンを巻き込みながら挑戦するというのがコンセプトのアイドルさんです、ね、ぴったりじゃないですか、そう、ね、プロジェクトに参加してくれてますもんね、うんうん、確かに何でも挑戦するらしいですからね、うん、ちなみに赤のくるめまいむさんは私たちと同じ二次元オタクです。来ましたね、これっていう前情報があったのにもかかわらず、私は全くリポートしてこなかった、うん、あれ、おっぱいばっか触ってさ、ちょんって触ってましたもん ね、 ね、ちょんって、なるほど、いや、うん、その情報だけでもオタクは親近感湧くから、そう、ね、そう、ちょっと後で詳しくエゴサしましょう、エゴサしましょう、はい、ということでですね、はい、これチェリガさん、うん、チェリガさんはですね、入賞できたらガルウィング式のコンテナトラックですね、こうガバッて開くやつ、あ、こうガーって、ね、そうそうそう、後ろ側ですか、ガーッて開くやつを買って、
アンテナショップと居住スペースを作り、移動式ステージで全国アンギャをするということです。めっちゃいい、しっかりしてる、リアルですよね。めっちゃいい、1000万っていうね、もう価格が確かに価格に見合った、そう、価格に見合った夢だね。そう、それぐらいしそうだし、いや、お客さんも応援したくなりますよね。これはめっちゃいいですね。だいぶ話題になると思うし、見たい、リアルに見たい。そうですよね、これも応援どんな感じでライブやってるか見たいですね、うん、絶対見た方がいいと思うので、はい、ぜひライブ映像行ってみましょう、うん、どうぞ。続いてはチェリーガールズプロジェクトさんです。あ、もう可愛い。それでは
ライブ終わりのチェリーガールズプロジェクトさんにお越しいただきましょう。どうぞよろしくお願いします。来てた、来てました、来てました。ということで今日はライブありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ聞きたいんですけれども、はい、これまで決勝の、決勝までのね、この道のりどうでしたか皆さん。大変だったね。大変だったね、はい、毎日配信をして、結構ね、ライブ終わりとか遅い時間もあったんですけど、そう、家帰ってお風呂入ってメイクしてまた配信みたいな。そっかそっか、やっぱ配信はメイクしないとできない派。昔はそうですね、メイクしないとできない派です。意識が高いということですね。ありがとうございます。めんどくさいからもう音だけの配信やっちゃう人とかいますけど、そういうところですよね。アピールポイントとかも、もうここでバンバン言っていただけど、はい、私たちのアピールポイント、はい、私のアピールポイントは、三者三様も個性のぶつかり合い。なんか何でもやってくださるんですよね。そうですね、いろんな何でも、何でもやる、何でもこの専門ですね。誰が一番何でもやってくれますか。彼女が何でもやってくれます。あ、そうなんですか、はい、じゃあ、ビートたけしさんのモノマネ。ビートたけしさん、私テレビ見たけど、ね、セリフをね、猫とか。ビートたけしさんは何を言うか。バカ野郎この野郎みたいな。バカ野郎この野郎、下手くそ。ね、いや、下手くそとかね。やることが、ね、何でもやるって言ってやってくださるっていう感じなので、もうクオリティなんてどうだっていいんですよ。ありがとうございます。素晴らしい、何でもやってくださって。はい、あと私たちライブを月に30分くらいこなしてますので、あのステージでのね、体力には自信あります。はい、のでね、ストリームホールのフェスもね、自信あるよね。あります。勝ちに行こう。勝ちに行きます。じゃあ最後に意気込みをお願いします。はい、ね、はい、ファンの皆さんに準決勝いっぱい、ね、協力していただいて、うん、でも惜しくも、ね、1位通過はできなかったんですけど、そのリベンジも込めて、ね、今回は絶対に1位を、はい、取りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。車頑張ってゲットしてください。車ゲットします。何カーでしたっけ。トレーラーです。チェリガコンテナです。はい、すげえ想像できないんだけど、あのこういうや、こう横がパカって開くやつです、ね、開くやつです。ああ、よくわかった、あれだ、はい、頑張ってほしい。ありがとうございます。なんで一回聞いたの。ということで、皆さんありがとうございました。チェリーガールズプロジェクトの皆さんでした。ありがとうございました。チェリーガ、チェリガさん、チェリガさんいいですね。もうマオキュンさんがずっともうツボが多いね。いやね、私のツボ全部押さえるよね。素晴らしいよね。いや、何様だって話だけど、大事よこの女子のね。だけど、私ショートのボブが似合う女の子か、うん、もうがっつりそのことツインテールとか、うん、アイドルっぽい髪型をしてる女の子がすごい好きで、どっちかなの。どっちかの振り幅なの。もう、はいはいはい、ゼロか100。そうなの、すごいそれがね、押せる押せる。でもここは本当、まあ、昨日から続けて4組紹介してきましたけど、うん、はい、楽曲が一番好き。ああ、なるほど、ね、西山氏的には、西山氏的にはね、スピード感がやっぱ一番 あ、うん、ある。確かにアップテンポ、ね、曲だから乗れるんですよ、本当。初めましてでもオタク目線。そう、もうやっぱり、ね、乗れるの最高だよね。いますもん ね、そう、なおさん的には。いや、私のタイプですか。チェリガさんはやっぱ、あの、本当私 MC なんであんまり言えないんですよね。あ、どういうことですか。あの、やっぱ中立なんですよね。そっか、中立なんですよ。ごめんなさい、私も好き勝手言っちゃった。そっか、オタク出しちゃった。めっちゃ、そうだ、当日 MC するのでやっぱ気まずくなっちゃうんですよね。それは中立な手伝いで言ってほしいって。私も好きな女の子のタイプとしてはショートヘアの女の子とか、ちょっと奇抜な子とか好きだったんで、金髪とかも好きなんですよ。はいはいはい、金髪担当ね。そう、そうなんです。もめ、本当に。じゃあ、ここが濃厚なのかもしれないですね。そう、やっぱ何でもね、ぶちゃぶりしてさ、え、恥ずかしいって言わずにさ、やってみますって言ってやってくれるのもね、最初意味がわからん振りとかをね、意味がわからん振りとかをちゃんとやってくれる。違うじゃん、やっぱアイドルってそういうとこも大事じゃん。確かに大事だよ。だからあそこでビートたけしさんの真似はダメ。いやー、そうですね。なんでだろうね、なんでビートたけし。せめてクレヨンしんちゃんにしてあげる。確かに、確かに、よくよくやってるやつ、アイドルさんがピカチュウとか、そこを狙って
いいや、なんか出ちゃうね、なんか出ちゃいましたね。4組で揃いましたね。そうですね、今回西山がまだ10組ありますからね。ね、他に10組あるんだよな。そう、それもね、もう紹介したいんですよ。全部できる、ね、全部言ってた。そのさっき言ってた人狼のチームも気になりますし、うん、ね、やってるとこ見たいわ。ソロ、ソロがやっぱりいるっていうのも熱いですよね。そうですよね、ね、やっぱでもライブも見てて思いますけど、他のアイドルグループを推している人でもやっぱ乗ってくれると嬉しいですよね。そうなんですよ、優しい。だからひとにゃんのファン、あれ結局最後までいましたからね。あー素晴らしい。4組目までそうか、自分の目当てのアイドルがいなくなってもずっと応援してくれるっていうのはやっぱりこのね、この空間イベントをみんなで作ってる感じがしてすごくいいですね。そんないいとこでもあるよね、うん、アイドルライブっていいね、ネクストアイドルいいね、いいですね、押せるね、このイベント押せるね、夢あるよ、夢あるね、1000万ってのがもうね、史上初だから ね、そうですよ、地下アイドル1000万も支払う、もうみんなみんな優勝して、優勝してほしい、優勝してほしい、その思いですね、本当にみんな頼む、みんなの夢を叶えて、スナックも見たいですし、あのライブできるね、うん、トラックも見たいです、ね、この皆さんね、うわ、このイベントに参加してること自体がね、すごいよね、だって貴重な時間だよね、だって予選で1ヶ月配信、そうだってね、みんな配信って本当大変だよ、だってそうなんですよ、ね、自分の時間を削って本当に部屋も掃除しなきゃいけないし、掃除しなきゃいけないし、でもみんなそれをこう超えて、うん、からの14組ですから、そうですね、誰が1000万もらってもおかしくない、ね、そうですよね、うん、みんなに幸せになってほしい、なってほしい、これは気になる当日14日、10月14日ですよね、気になる、はい、これは気になる、最後までねえ、うん、見逃せませんね、ね、なんか MC で、そうなんです、うん、ね、はい、私たちもなんかしたいね、なんかしたいね、なんかしたいな、したいな、もぎりしたい、もぎりもぎりでいいの、もぎりしたいの、もぎりたい、確かにあのそっち側の目線で行きたいよね、そうそう、そっち側、そっち側の、うん、確かにちょっと応援したいね、え、そうそうそう、私たちもボンズ、ボンズやる、ボンズね、したい、確かに、はい、注目のですねネクストアイドルグランプリ2019のグランプリが決定する最終フェスが10月14日に渋谷ストリームホールで行われます、はい、いやー本当にもうちょっと楽しいですね、まあ、豪華なゲストアイドルさんも来ますのでぜひ皆さんお越しください、はい、それでは1000万円は誰の手に渡るのか、お楽しみに、お楽しみに、バイバイ、ありがとう。